俺にとっての関東連合みたいな。関東連合さ、俺が中学3年生の時に、武田大丈夫か、これは大丈夫、 OK、 OK です、あ、ありがとう、敬語で。あの、あー、マサオ、マサオさん、おはようございます。人お部屋見してよ。どういうこと武田さん、どういうこと人お部屋って。わかんない、あの、はい、俺中学3年生の終わりの、ね、終わりの春休みの、高校1年生になる流行り休み、中学3年生の時ので、渋谷出たって言ったじゃないですか。でそれまでさ、中学の時に関東連合って今は結構有名になったかもしれないけど、全然有名じゃなかったからね。これマジぶっちゃけの話でさ、中学3年間で関東連合っていう名前を聞いたことは一回もなかった。ただの本当に一回もなかったのよ。本当に渋谷行って初めて聞いたよ。えみたいな、関東連合ってあるんだみたいな、聞いた、もう知ってたってさ、同い年ないで、知らないとか初めて聞いたとか言ってさ、おんってさ、関東連合の頭やんない、宇田系の頭っていうことは関東連合の頭なんだから分かるよなって言われてもさ、関東連合知らなくないってさ、関東連合帰りにさ、先輩に言われて、はいって一応その場で合わせて言ったんですよね、あのシャンクウェイの頭にさ、ね、関東連合知ってたってさ、あの同い年のやつが2人一緒に3人で言ってたんですね。知らないとか言ってさ、聞いたことないよなとか言ってさ、太田連と横はハマれんだろって言ってさ、ハマれんじゃ、ハマれん、なに、ハマれん、ハマれん、ハマれんも入ってんのかなとか言ってさ、いや、ハマれんのことじゃないとか言ってさ、いや、関東連合って言ってないから横浜連合じゃねえだろうとか言ってさ、言ってて、太田連と横浜連合と、ね、関東連ってあるんだとか言ってさ、いや、あと初めて聞いてんなとか言ってさ、な、はいって言っちゃったけどよっつって、でも聞いたことねえから弱えだろうとか言ってさ、ね、あので軽くちょっと笑いを取って、余裕だろみたいな、聞いたことねえんだからよっつってさ、太田連合の方が強いから、太田連大田区に住んでるからじゃねえだろうっつってさ、だってチーマーのこと知ってたじゃんみたいな、多少さみたいな、関東連って何みたいな、ね、とりあえず大したことね、絶対聞いたことねえじゃんみたいな、誰が強いとかないじゃんみたいな、ね、で余裕っしょみたいな、とりあえず頭取れんだろみたいなさ、聞いたことねえから強くねえんだよっつってさ、俺にとって関東連合ってそういう感じの始まりから始まりましたね。そういう始まりだったんですよね、関東、俺にとっての関東連合はそれが始まり、聞いたことない。宇田系は聞いたことあったね、 PBB とブッドバース、この3つを聞いたことあったんですね。あと小池屋か。